奈良クラブ、21番金子由紀です。はい、僕は今スーパー奥山の新町店で、勤務させてもらってて、きっかけは、まあ、去年まで子供たちのスクールの指導をしてたんですけど、まあ違う仕事を経験してみたいってことで、僕まだアルバイトとか経験したことなかったんで、まあスーパーがスポンサーにあったので、まあ、奥山さんに、まあ、社長にお願いして、まあ、つなげてもらったっていう形ですかね。まあ、主に品出しから始まって、まあ値引きだったりレジだったり、まあ、いろんなことをやらせていただいてます。まあ、試合の前の日に勤務が入ってたりしたら、まあ、そこを休ませていただいたりとか、あとは結構社員の方たちがすごく優しいので、まあ、その仕事量をちょっと減らしてもらったりとか、そこの、まあ、なんて言うんでしょうね、気遣いだったりとかをま受けながら、まあ、日々、まあ、優しく接してもらっています。まあ、とにかく、まあ、一生懸命頑張ることですかね。サッカーでも、まあ、日々の積み重ねが大事で、まあ、仕事でも、まあ、お客さんと接する上で、まあ、そういうお客さんへの気遣いだったりとか、まあ、社員の方たちとか店長から何を求められているかを、まあ、考えながら、まあ、仕事してれば、それもサッカーで、まあ、ピッチで生きると思うので、まあ、そういったところを大事にしながらやっていきます。今も言ったんですけど、まあ、やっぱりサッカーで言えばピッチ内で何を求められているかを、まあ、考える上で、まあ、仕事でも店長とか社員の方たちから、まあ、何をしてほしいのかを、まあ、聞かずに、まあ、自分で考えて行動するというか、まあ、そこを、まあ、常に考えながらサッカーだったり仕事だったりしてて、まあ、そういう自分に何を求められているかを考えながら行動するのが、まあ、行動する力が、まあ、つくと思いますね。まあかっこよく言えば、なんか原点に帰るみたいな、まあ、絶対行き詰まる時はあるんで、そういう時にサッカーだったらもう一回基本に立ち返るとか、まあ、仕事だったらもう一回何でしょうね、入った当初のことを思い出しながら、社員の方たちに教えられたことを思い出しながら、まあ、原点に帰るのが大事かなと思っています。まあ、そうですね、僕も奈良に来る前は J3 のチームにいたので、まあ、もう一回 J リーグに返り咲きたいという気持ちはありますし、まあ、それはチームとしてもそうですし、個人としても J リーグにもう一回行って戦いたいという目標はあるので、そこをチームとしても個人としても頑張っていきたいと思ってます。何でしょうねまあ僕たち普段多分サッカーしてる姿しか皆さん見てないと思うので、こういった仕事もしてるっていう意外な一面も、まあ、素の部分といいますか、そういったところを見ていただければ、より僕たちだったり奈良クラブだったり、まあ、サッカー選手を見る目がいい意味で変わるんじゃないかなと思ってるので、まあ、そういったところも見ていただきながら、見ていただければいいかなと思ってます。キーワードはフォルテードです。